うわこっちやばい、なんかエレメカコーナーすげえ、スピードキング、もうなんだろう、こうここの建物入ってからワーオーしか言ってないもん俺ら。やばいよここ、語彙がなくなってるもん。これミッドウェイのバスケットボール。はあ、この番号を押すとこのボールが跳ねて相手のコートに投げ入れるんですよね。この辺もね結構いいビデオゲーム。あれメイクトラックスはあれですよね、クラッシュローラー。クラッシュローラーですね。はあ、この辺もあれですね、古い時代の、もう見たことないもん。これもウッドレールの時代だから60年、ちょうど1960年ですね。この頃フリッパーがないんですよね。でフリッパーがなくて多分これワンボールしかできないやつですよね多分。打って終わりですね。打って終わりで、その間にこう揺らしながらどんだけいけるかっていうのを競う。これなんだろうな、全然見たことない。1951年、すごい ABC ですね、ビンゴっぽいですよね。ですね。ここでなんか弾弾いてた、なんか穴に入れるのかな。入れてシンプルすぎるでしょこれ。これなんでしょうね。うわロケット、かっちょええ。1959年のウィリアムズのゲームですね。これカード買うみたいですね。ゲームをやるときに、あビンゴカード買うの。カードを買ってそれでビンゴしていくっていう。そんなんだ、すごい、そんなことあるんだ。これスイートハーツ、これも見たことないですね。トランプをテーマにしたでね、このミス・アナベルもすごい有名な機種なんですけど初めて見ましたね。もうこの仕組みがなんかもうボロボロになっててよくわかんないですけど、これがミス・アナベルなんじゃないかっていう。これがきっと見えてくるんでしょうね、うんうん、絵が。あジジあるわこのね。ジジとこの隣のやつがうまくはまってるのね、このバックグラスが。形がちょうど台形が逆台形のやつとうまくはまってるの。ジジはいいね、このバックグラスが人気なんですよね。僕もまたこれ初めて見ましたよ。21っていうウィリアムズが出してる1960年のゲームですよ。ウィリアムズはね1940年代ぐらいに確か会社作ってるんですけども、ピンボールだけじゃなくていろんなアーケードマシン作ってるんですけども、こんなのあったの知らなかったですよ。多分こう21点をこれ目指して球を中に入れるんだと思うんだけど、こんなの見たことないもん。何ここ、ここ夢、夢がまた来た俺。また夢の中でアーケードに来ちゃったかな。ヒットエンドラン、これは野球ゲームですね。ピッチ&バットって呼ばれている。大きいですねこれ。これやけにでかいよね。でこう野球場の幅が広いっていう。どういうことなんだろう。これ珍しいですよ。アライドレジャーのサンダーボール、サンダーボルト。アライドレジャー一時期ピンボール作ってたんですよね。で全然売れなくて撤退しちゃったんですけど、これはかなり珍しいと思いますよ。なんかこうドロップターゲットの作りとかもちょっと他とは違っててユニークですね。これも初めて見ましたね。ここね初めて見るもの多い。これなんだ、見たことない。ウォーって書いてある。2人でなんか対戦できそうなテーブルだけど見たことがない。全てがここ野蛮味のある建物だと思いますね。このスーパースターもちょっと知らない、こんな筐体どこのだろうっていう。立ち物かもしれないですけどね。このビデオケーブっていう、このビデオゲームケーブの中すごいね。本当にこう洞窟だねここ。クラシックビデオケーブって書いてある。なんか謎のパチンコゲームも入ってるし、でこのクラウンズがね大変基盤がヤバそうになってる。あ、ブレイクスルー、これ強行突破じゃないですか。すごい。これ筐体あるんだこれ。そしてバンガード、スタントサイクル。
この辺ところどころ電源が入ってるけど、このちっちゃい筐体、ミッドウェイのちっちゃい筐体がいっぱい並んでて可愛いですね。これなんだ、シンプソンのボーリング、こんなのあるんだ。シンプソンズがボーリングするの。あ、ディスクオブトロンだ。これこの辺ビデオのチョイスが謎ですね。10号機ね、こっちの人結構やってますね。これアルカノイド、これトーナメントアルカノイドって違うの、これまたバージョンが違うんですよ。本当だ、トーナメントアルカノイドだ。こんなん出てんだ、珍しいな。オメガレースもこのアップライト筐体珍しいな。うわー、これミスタードゥーランランですよ。こんな筐体なの。こんなにピンボールあるところってまだあったんだっていうね。